morning, it's 9 a.m. And we are super lucky to have Mr. Dr. K. Crema in the house! The real deal in the house! 拍手です。いやいや、素晴らしい雄たけび、ありがとうございます。素晴らしい雄たけび。いやいやいや、素晴らしいのはこのトラックでしょ。いや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 。おたけびさえあればですよ。いや、生放送中制作ね、懐かしいですね。いや、素晴らしい、本当にありがとうございます、うん、カメラさんにもスクラッチ、急遽ね、スクラッチしていただいたりしながら作りましたよ、はい、あのターンテーブルちょっとあの恐れ多くもそうですね、スクラッチちょっと入れていただいて、いやいや、ありがたいです。いやいやいや、ずっと使っていただいて本当、いやいや、こちらこそありがとうございます。これが、ま、ちょうどではないんですけれども、あのハーフタイム後の、うん、さらにまたピッチに駆け上がるっていう9時台行くぞと、はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。さらに嬉しいのが、はい、新曲エキスパート配信、はい、来ましたね。さっきと言ってもいいでしょう。あの日付が変わって、はい、はい、クレバの日である今日、はい、エキスパート配信リリースということなんですけれども、はい、実は光さん、うん、メッセージ頂戴した愛知の方なんですけれども、はい、クレバの日おめでとうございます。ありがとうございます、はい、あらかじめ発表がなくとも仕事休みにするクレバファンも多いので、クレバの日はファンにとっては祝日です。まさに乾杯する乾杯する日なんです。そうなんです。もう一回いきましょう。乾杯。Yes! 何回も乾杯いいですね、はい、何回も乾杯いいですね、はい、エキスパートプレミア公開から始まり、朝からクレバさん出演ということで嬉しいです。いや、ありがとうございます。ことなんですね、これが。いや、エキスパート、まずちょっと聞かせていただきましょう。はい、はい、曲紹介お願いします。はい、クレバでエキスパート。悶々としてる、なんか最後は根性もってのが本当らしいぜ。まだ悔しいだろ、まだまだ恥ずかしいだろ、それでいいけど、嫌いな自分ならば超えていけよ。目標はどっかぼんやり、誰かが言ったのと同じ、ありなしばっか比べても、欲しいものなんて掴めねえよ。今旅立つ時でしょ、そろそろ覚悟決めろ。どうしてもしてみたいことに素直になればいい。どこに向かうかなんてのは後でわかるから進め。どんな道も自分で選び行こう、調子悪いもあるが粘り抜こう。一人は時に寂しいけど、そんな自分も愛してよ。物悲しい日もただ信じろ、新しい日の力に変わるまで。難しい力加減、それでも好きならやれ。だからこそこれはまずいぞ、結局ラビゾらしいぜ。焦る気持ちばっかり、そこに実りはない。根っこも枝も葉もなけりゃ実はできない、忘れたのかよ。悩み苦しむ問題、俺らはそういう生き物だし、ため息全部溜めてもそこから何も生まれねえよ。ほら今旅立つ時でしょ、そろそろ覚悟決めろ。遠い目をして思い出に浸るな、終わりだよ。人のせいにするようなダサいことすんな、hey! 自分を通すことだって一言も言うな、hey! 始めなくちゃ始まらない次のステージ、前進前進すらできるだろう。君は君のキスパート、yeah! どこに向かうかなんてのは後でわかるから進め。どんな道も自分で選び行こう、調子悪い日もあるが粘り抜こう。一人は時に寂しいけど、そんな自分も愛してよ。物悲しい日もただ信じろ、新しい日の力に変わるまで。
クレバさん新曲エキスパートです。はい、はい、ありがとうございます。これいただいた資料ありがとうございます。いえいえ、もうとにかくいろんなタイプの曲を書かれていて、うん、そうですね、作っていて、はい、でこれちょっと違うイメージですよね。なんかあ、なんかこれそうですね、最近の流れだと結構ラップ、いわゆるラップラップした曲結構作ったりしてて、そうですよね。でそれから今まであったようなラブソングとかも作ってみたりとか、はい、いろいろやってたんですけど、まあできたなっていう感じの曲が続いてて、ここは一発ガツンとくるものやりたいなと思って、うん、この曲にやっとたどり着けたっていう感じです。はい、うん、いろんなところからアイデアを引き出す、いろんなところからモチーフを考える、うん、どういうこれプロセスだったんですか、この曲は。この曲は結構もともとのバックトラックが気に入っていて、うん、撮っておいて、いつもだったらトラックを作って歌を乗せてみて、そこからトラック細かくアレンジしていくっていう感じにしていくんですけど、はい、この曲は結構初めてぐらいトラックを最初にもう詰めれるだけ詰めて、納得できるとこまで作って、それから歌詞を言葉をひねり出すって感じでしたかね。絞り出すって言ってもいいかもしれないですけど。お疲れ様です。疲れました。これはかなり反応を頂戴してました、ね、ありがとうございます。埼玉の綾子さん、クレバさんの新曲最高です。曲も歌詞も本当に素敵で、自分が気にしていることを気にしていることを言葉にして力をくれましたという表現があって、これどこに向かうかなんてのは後でわかるから進め、うん、いいですね。これはなんか自分毎朝文章を書いてるんですよ、はい、なんかその中で生まれたことですね、はい、なるほど。どんな文章を書いて It's 908! ちょうどクレバ、はい、ありがとうございます。9時8分来ました。来ましたね。差し込ませていただきました。朝頭に思い浮かんだことを、こうどんどん吐き出していくっていうか、はい、ノートにいっぱいにこう吐き出していくっていうのを毎朝やってて、これいろんなアプローチがあると思うんですけども、はい、スマホもあります、うん、ボイスレコーダーでこう入れます、うん、そういうのもあります。しかしちょっとステーショナリーに一過言がある、ね、好きなんで、はい、文房具好きのクレバさんは好きなんで、その毎朝書いて出すっていうの本で読んで、そういうのがあると、はい、であじゃあ自分は文房具も好きだし、ペンも使いたいペンもいっぱいあるから、はい、いいなと思って始めてて、でまあ今ずっと今年ずっと続けてますけど、はい、途中でやっぱりこれ続けて何の意味があるんだろうっていう思うところがやっぱあるんですよ。最初の頃毎朝1時間半書いてて、1時間半ちょっと待ってください。1時間半書き続ける、それともうなりながらですか。いや書き続けるって感じです。書き続ける。でそれ書くことない時は書くことないって書いててもいいから、とにかく吐き出せと、そういう作業最初は。いやこれ日記、まあ英語でジャーナルとかダイアリーとか言いますけど、あと何でもいいんですよ。エッセイもあるし、本当に何でもいい、今日の予定でもいいから、とにかく脳に溜まってることを手で書くスピードで吐き出していきなさいっていう、溜めないでっていう作業で、はいはいはい、それをずっとやっていく中で、はい、このでしばらく読み返さないで続けなさいっていうことが書いてあった、その本に書いてあったんです。読み返さない、最初は最初、うん、で ある時に しばらく行ってから読み返してみたら、はい、このまま続けてどこに向かうかわからないけど、はい、もうこれは進んでいこうっていうようなことが書いてあったんです、うん、はい、それはその本に書いてあることの要約だったのか、その続けていく作業がその言葉を生み出したのか、ちょっと覚えてないんですけども、はい、書いてあって、あこれだなと思って、そこから歌詞書いていったんです。なるほど。目標とかたどり着きたいという、まあ、具体的な場所だったり、うん、具体的な自分の立ち位置だったり、うん、こうありたいというところを先に設定せず、もうとりあえず進め、そこにやりたいって気持ちがあるんだったら、はい、それにこう素直になって進んでみようって感じですね。書きたいと思ったのは本当だし、はい、書いているっていうことも本当なんで、そこに向かって進んでいくっていう感じでしたね。これはめちゃめちゃいいことを勧められました。うん、やっぱ本当考えちゃうんで、いろんなことを日々考えないようにするっていうか、考えるスピードを落とすのか、はい、うん、そういうところはあると思いますね。どうやってダウンタイム
これ過ごされてるんですか。ダウン、あ、自分ですか、はい、こんなに考え抜いて大丈夫ですかってつい伺いたくなるんですけど一つサッカーを見るっていうのはやっぱりすごくそれになってるかなっていうのはありますね、はいはいはい、集中して見るっていうか、はい、あとはゲームしたり R プレイングゲーム RPG、はいはい、ロールプレイングゲーム、はいはいはい、やったりすると、はい、没入できますね。なるほど。で、あの気になるあの歌詞のパートいくつもあるんですけれど、はい、あの意気揚々としていたはずが日々もんもんとしている、うん、なんか最後は根性ってのが本当らしいぜ、うん、これいただいた資料もありますし、はい、あのビデオでもあのおっしゃってましたけども、うん、これはこれまたサッカーが、そうですね、絡んでるんです、ね、はい、サッカーの元日本代表の内田壮さんと吉田麻也さん、はいはい、まあ、吉田選手まだ現役ですけど2人が仲良くて対談するシーンがあって、でサッカー知らない方のためにこうお話すると、内田篤人さんはサッカーの、まあ、もしかしたらワールドカップ級にこう権威というか価値があるとされているヨーロッパチャンピオンズリーグっていう大会で、はい、まあ、ベスト4まで行った、はい、一番上位まで行った、まあ、日本最高峰のサイドバックである方はキャプテンの吉田麻也さん、いろんなチーム外国で活躍している、はい、その2人が話した中で、そのヨーロッパの最高峰を知ってる2人がこうヨーロッパ何サッカー界で活躍していくにはどうしたらいいかっていう話の中で、やっぱ最後根性だよなって言ってたんですよね。それはただ単なる根性論じゃなくて、いわゆる歯を食いしばって耐えろ的なことではなく、うん、ただひたすらやるじゃなく、はい、最高峰のバッチリ準備されてる最高の環境で戦っていく日本人として、はいはい、最後は根性っていうのがやっぱこれが本当なんだなと思って、うん、なんか一番こうスッと入ってきましたね、うん、根性だよっていきなり言われたら嫌だよってなっちゃうものなんだけど、だって部活の頃思い出すじゃないですかねえ、ねえ、なんだよみたいな、水飲ませてくれよみたいな先輩勘弁してくださいだけどなんか本当そうなんだなと思って、うん、自分もそれこそ日々悶々としてることが多かったんで、なんでこううまくいかねえんだろうみたいな、まあ、特にコロナ禍の、うん、まあ、そうですね、 それもあったし、はい、なんかこう思うような曲がスッと生み出せるわけでもないし、うん、でもやっぱここで粘って根性を見せないといけないなって思えたんですよね、うん、それでこの歌詞になりました。いや大事です、あの全て整った上で最後の最後やっぱり根性、要するに勝ちたい、うん、負けたくない、うん、最高のものを出したい、うん、その気持ち、そうですね、はい、で最高の舞台が整いますね来ますね、ありがとうございます、はい、さまざまなエキスパート、素晴らしいアーティストの皆さん集うのが9月14日木曜日日本武道館で開催です。クレバさん主催の音楽のお祭りです。クレバフェスティバル2023。なりそうです。ありがとうございます。三浦大知さん、石川さゆりさん、アークロさん、ケキタケンクルー、そしてクレバさん with クレバンドです、うん、はい、もう木曜日武道館、はい、集結せよですね。そうですね、はい、うん、昨日もリハーサルやってたんですけど、はい、面白くなりそうです。リハーサルというと、うん、もしかしてさゆりさんも、うん、昨日ちょうどさゆりさんも一緒にやらしてもらったんですけど、やっぱね面白いし、かっこいいっす。うん、リハーサルだから結構リラックスした感じでやるんですけど、はい、かざす手の美しさだったりとか、体を傾ける角度とか、いつも見ててね勉強になります、
いや、あのクレバさん9月5日に YouTube クレバスペシャルインタビュー武道館公演についてということで、はい、あの三宅翔一さんでした、はい、あのインタビュー、うん、10分ぐらいですかね、もう語ってらっしゃいますけど、その中でも石川さゆりさんについて、うん、一挙手一投足、はい、うん、それとあのカメラに映る時のこの、そうですね、あのポジショニング、うん、ステージプレゼンス、はい、すごく美しいしかっこいい、見ててかっこいいなと思えるんですね、はい、で日本武道館ってあの席ギリ後ろの方でもギリ表情が見えるんじゃないかアーティストのっていうような距離感でできる会場なんで、うん、そこでさゆりさん見れたらすごくファンの方々も喜んでもらえるんじゃないかなと思って、すごいですね、はい、だって紅白ね、ね紅白も連れてってもらった形になりましたからさゆりさんに、うん、いや、であとはそのクレバンドですよ、そうなんですよ、はい、うち俺がいつもいわゆるまあヒップホップやってるバンドで石川さゆりの曲も演奏するんで、はい、同じ皿の上にこう乗っかるわけじゃないですか、はい、うん、だからそこの面白さっていうのもあると思うし、はい、昨日さゆりさんがドラムが大きいって言ってましたよすいません、そういう風にあのそういう分量でやらせていただいてますっていう風に言ってきました、はい、まあ、それも大きいけどなんかあの楽しみながらなんかこうご本人もワクワクしてる感じが伝わるんじゃないですか、うん、でもなんかさゆりさんはどこ行ってもいけるんじゃないかなっていう感じがやっぱしますね、さすがの、うん、キャリアだしさすがの実力だなっていうのを見せつけられましたね。なるほど。それとちょっとセルフカバーも話題になってますよね、あのヒット曲の、お、これはこれ期待していいんでしょうか。くる、うん、そうですね、そうですねクレバフェス、うん、クレバフェスどうでしょう、はい、はい、翌日もあるんで、ね、翌日、あ、それは翌日ですね、翌日もあるんで、そうですね、はい、あの今多分わさわさ言って皆さん結構いらっしゃると思いますけど、はい、どっちかなみたいな、はい、どっちかなということで、これもあの YouTube のインタビューでいろいろ語ってらっしゃいますんで、うん、はい、ぜひ皆さんそのチャンネルもチェックしてください、お願いします。クレバフェス、そしてあのチケットこれ間に合いそうです、ぜひお願いします、お急ぎになった方がいいと思います。そしてお願いします。翌日がまさにあのテーマの単独公演、はい、ちょうどまた伺うんですけど、11時台に、よろしくお願いします、よろしくお願いします。そして皆さんぜひお寄せください。先ほどは、彩子さんの、メッセージをあの読ませていただいたんですが、エキスパートについて陽子さんからもいただいております。どこへ向かうのかなんては後でわかるから進む、やっぱりここら辺が心に刺さってるようですね、はい、ありがとうございます、はい、そこ発信でしたからね、そうですよね、うん、20代からの美容部員になりたかった現在40代の私という陽子さん、うん、今週百貨店の美容部員の二次面接を受けられたということで、採用の可否は、いや採用ですよ、来週採用です大丈夫です、未体験の世界に踏み込もうとしている自分に応援してもらってる気がして、うん、私の状況にぴったりなリリック、ああよかった、流されてしまいましたということで、うん、届いてますね気持ちが、はい、かなりこの相当かなりいただいてますんで、ありがとうございます。読ませていただくのは時間 の制限があるんですけれども申し訳ないんですが、うん、ただあのクレバさんの目にはこれいただいてるメッセージは お届けしますんで、皆さん、ぜひともお寄せいただければと思います、よろしくお願いします。今9時19分です。次は10時過ぎにクレバさんご登場いただきます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。あ、ちょっと最後にまた、はい、乾杯よろしくお願いします。いい音、グッさん、ついてもちょっと伺わせていただきましょうね。ゆかりあるゆかりあるところのこのモチーフ最高ですね、はい、6月配信リリースされたナンバー、ラッセラークレバー、挑戦を恐れず誇れる、もっと乗れる、どんどん上に登れる、求め続ける、今日は昨日の自分を超える、行こうぜ、ラッセラ、ラッセラ、ラッセラ、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 
人生は甘くない、甘いのはリンゴだけ、たまに食らうか恥ずかしい、それでも倒れず進めただろう、一歩前にきっとやれる、根拠の積み重ねは裏切らない、心奮い立たせる諦めずに、また壁にぶち当たっていく、何度も何度も繰り返す、ずっと付き合ってく、自分と向き合ってく、他にはできないものも築き上げる、自分だけが自分のキングになれる、突き抜けた先見つけた価値、でももっと先険しくて長い、それでも行くぜやっぱり、yeah、 挑戦を恐れず誇れる、もっと乗れる、どんどん上に登れる、このまま心のまま求め続ける、今日は昨日の自分を超える、行こうぜラセラ、ラセラ、ラセラセラセラ、何遍だってやってやる、気持ちに睨む気かす、まるでねぶたみたく、未来に期待し理解し合う、その手つなぎ合う、応援する、尊敬する、とやかく言う、周りは当然する、またもう練習挑戦中、みんなで一緒に行けるなら行っちゃっていい時、そのつもりちょっとつもしい、ものすごいのは空も飛ぶ鳥、もっと水気ボーイで飛び跳ねる、道なき道の扉こじ開ける、ダラセラ常にチャレンジャー、挑戦も恐れず誇れる、もっと乗れる、どんどん上に登れる、このまま心のまま求め続ける、今日も昨日の自分を超える、行こうぜラセラ、ラセラ、ラセラセラセラ、何遍だってやってやる、ラセラ、ラセラ、ラセラセラセラ、ラセラセラセラ、ラセラセラセラ、ラセラ、ラセラ、ラセラセラセラ、何遍だってやってやる、クレバさん、ラセラ、ラセラセラセラ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青森のねぶた祭りをモチーフにしたナンバーなんですが、うん、ゆかりがあるんですね。そうです、あの青森県の弘前市、僕は弘前市なんですけど、青森県で生まれて、はい、でそれを青森のライブに行った時に話してたら、はい、見てた方が、お話をくれたっていう感じですね。これすごい、まさに縁があってということなんですが、うん、でもこれラッセラ語源調べてみたんですけど、戦後に調子が変化してからの掛け声らしいんですけれども、ラッセラセラセラセというものだったと、うん、これあの青森県史の質問箱という青森県庁の、はい、ウェブサイトにありまして、うん、県内あのねぶたを引いて歩く時の昔の掛け声には、出せ出せろうそく出せ、あこれだったらしいんですね。なるほど、それが 戦後変化したと、出せがラッセ、そういう風に変化したっていう、口を開けたくない青森県民寒いから寒いからでもっとなんかあのすごいこと調べてらっしゃる方がいて、フランス語に似てないっていうような指摘もあるようで、これがまたあの革命の頃に、その革命の頃に、あのフランス革命の頃に、貴族を引きずり下ろせみたいなことのなんかこうちゃんとみたいなのに似てるすごいですね。いや調べるとこういう禁止性が、まあ禁止性があるだけっていう話、当然あのフランスとのゆかりはないんですけど、ないんですけども、ないとは思いますけど、津軽弁、まあ津軽弁って言うんですけど、津軽弁フランス語に聞こえるっていうのよく動画とかでもあったりしますから、そうやって調べてくださってる皆さんが、面白いですね、ネットにあるということですけれども、フランスで流行んねえかなこれラッセラリーグアンでね、リーグアンでラッセラ、ラッセラ、ラッセラ、あのパリサンジェルマンを引きずり下ろせみたいな、引きずり下ろせあー怖、 PSG ファンの皆さん、いやいや、あごめんなさいね、タイはないです、タイはないです、全くタイはありません、はい、あの要するに裕福なね、そうですね、あのそういうイメージで、はい、つい繋がってしまいます、はい、ごめんなさい、すいません、誤解なきを一つよろしくお願いします。ただこのお囃子というのはこの掛け声を曲にする、うん、はい、かなりユニークなプロセスがあったんじゃないですか。ラッセラはあの依頼してくれた青森市ダンスプロジェクトの方から入れてほしいっていうのはありました、はい、そりゃそうだ。でねぶたの林も使ってほしいっていう話もあったんですけど、はいはい、自分もそのこういう話があるっていう時にどっちも使いたいと思ってたものだったので、はい、あのスムスにいけました。なるほど、まあ、勢いつきますよね、うん、ただこのねぶたの進行っていうのが7小節進行なんですよ、はい、
音楽って普通8小節進行、1234223432344でまた1234って倍でいくんですけど、はいはいはい、であの52346234723472341234なんですよ。あ、だから7小節でラップいけるのと思ったけどいけてる。だから意外と何にも感じずに聞けるじゃないですか。全然不自然なところ7小節進行になってるんですよね、はいはい、面白かったですね。もうやっぱりトップオブストップですね。いややっぱり来るなここら辺。体にはやっぱ入ってたんですよこれ、ずっと聞いてたから、はいはい、だから違和感とかもなかったし、はいはい、なんかやっぱり2、4、8とかに縛られてるんですよねこの音楽って。なるほど、結構だけどそこから脱却できたのは面白かったです。逆にそういうきっかけがここにあったわけですね、うん、本当に。うわ、でも全てのところでそのまた学びの謙虚なこの何なんですか。いやいや本当学び続けないとすぐいなくなっちゃうと思ってる自分みたいなやつが。いやいや、うん、何をおっしゃるんですか。何をおっしゃる。さあ、お祭りといえばですよ、はい、日本武道館です。まさに、9月14日木曜日クレバさん主催の音楽の祭りクレバフェスティバルです、はい、翌9月15日金曜日、うん、クレバさんの単独公演あっともちろん日本武道館なんですが、はい、あと6月から7月にかけて仙台大阪横浜で開催されたツアーの追加公演クレバコンサートツアー2023 No Reason。 そうですね、そういう位置づけになってます。その位置づけですよね、はい、で、まあ、一つの集大成ということになるとは思うんですけど、うん、間違いないです。これYouTube のインタビューでも語ってましたけれども、はい、やっと声出せたっていう。いや本当にね、本当に長かったっすよ、3年ぐらい。そう、うん、でその間自分って歌を聴かせるっていうよりもみんなに声出してもらって、うん、曲一緒に作るっていうタイプの曲が本当に多いんで、はい、できなかった曲がいっぱいあったし、はい、やってた曲もなんかいまいちこう完成形っていうのを自分たちで探しながらやってるような、うん、でそこに皆さんの声が返ってきたっていうのは本当に大きい。だからそういう風にできるようになった曲はもう全部やってやろうと思ってセットリスト組んでます、はい、と言いつつちょっとやっぱりこう No Reason、うん、このタイトルはライブができない状態が続いてて、いざ少しできるよってなってきた時に、はい、やりたいと思っても会場を抑えられないっていう問題が起きたんですよ。みんなやりたいと思ってるんで、ビデオインタビューでもおっしゃってました、はい、そんな中で、はい、もし会場が取れたら、たとえそれがこうちょっとバラバラな時期になっちゃったとしてもライブやろうよみたいなことを話してて、こことこことここがいけそうですってなった時にどうですかって言われた。普通だったらこの作品リリースしたんでライブしましょう、まあ、基本的にはリリースをサポートするのがそうですね、なんかそういう位置づけだったんですけど、はいはい、いやもう今も理由とかいらない、とにかくライブやりたいからやりましょうってことでノーリーズンにしました。まさに理由いらない、はい、おっしゃってました。はい、そうです、ね、即答だったんですね、はい、武道館2日連続、うん、そこももうやりましょうみたいな、はい、ちょっとガラス越しにですね関係者の皆さんいらっしゃいますけど即答でした。あ、やっぱり首が縦に振られてます。即答、いや気持ちいい、うん、これ本当に楽しみにされてる皆さん多くてですね、メッセージも頂戴してるんですが、はい、あ、ちょっとフルネームとご住所いただけないので、今更ながらのお願いなんですけれども、はい、メッセージ紹介させていただいて皆さんちょっとダブルサインですか、サインいただけますか、はい、ポストカード、はい、送らせていただきたいので、ラジオネームご紹介しましょう。コナちゃんお願いします、教えてください。さあメッセージですが、私は去年クレバさんのファンになり、フェスやライブのスタンディングの体力に自信がなかったため、うん、ウォーキングを始めました。素晴らしいですね、はい、最初は辛かったんですが、だんだんと楽々1時間歩けるようになりました。なんだと。6月のフェスも7月のライブも疲れ知らずで楽しめました。素晴らしいねえ、うん、そして7ヶ月でなんと5キロ減量すごい一石二鳥だなねえ、うん、でも体型全く変わりませんね。俺なんかあんま変わんないですね、増減ないですね。何かされてます？運動はしてます、運動はしてます、はい、ずっとジム行って水泳もやってとかはやってます、ね、あ、はい、トラッキングされてます？いやしてないですね。あ、もう自分の体の感覚で、うん、あ、今だってスマートウォッチで、うん、全部わかるじゃないですか、ね、俺してないんですよね。
ただこの、コナちゃんさんでしたっけ、はいはい、準備してくれてるって方もこういう方が全員ってわけじゃない、ないし、はい、自分のキャリアが長くなってきたらやっぱファンの年齢も上がっていくのは当然なんで、うまいこと特にこの武道館公演に関してはどうですか、うまいこと座れる構成っていうのをちゃんと考えてて、今までライブハウスだったん で、はい、で座る必然性っていうんですか、はい、座る意味みたいのがつくようにちゃんと座るコーナーも用意してあるんで、座るコーナーっていうことになりますとちょっとその緩急つけながら、はい、あのちょっとしっとり聞いてもらえる、うん、でなんかその、はい、今までのライブハウスだとそこも立って見てたわけだけど、座る意味みたいのをちゃんとつけれるように考えてます、ね、はいはい、いやもう打てば響く、もう素晴らしい、もう回答の数々が、皆さん来てありがたいんですけれども、ずっと立ってんの来てると思ってる方も来てください、はい、あのそれぞれの形で楽しめるように、うん、ぜひ、していただけるという今、確約いただきました、はい、クレバさん、それも間違いないです、ありがとうございます、はい、クレバフェスティバル、そして単独公演チケットの情報はクレバさんの公式ウェブサイトチェックしてお願いします、はい、ぜひ、皆さん、それともう一つですね、お願いがありまして、聞いてくださるお願いとともに、ちょっとクレバさんと乾杯したいことって伺ってみたいですね。ああ、俺の乾杯したいこと？はい、俺ね、乾杯し、乾杯し損ねた話してもいいですか？はい、今急に思い出したんです。この間、だからこそちょっとしたいわけですよね。そうなんですよ。ワニマのフェスに呼ばれて熊本行ったんですよ。はい、で、なんかワンオクとか、ええ、あラジカンとか、エルレガーデンとか、はい、なんかモンパチとか、はい、めちゃくちゃいかついメンツで、であのバックステージにいたら、はい、急にこうツカツカツカって歩いてきた人がいて、誰かと思ったら、すいません、マキですって言って、あの日本元日本代表のマキ誠一郎さんが来てくれて、もうマキと思って、はい、でなんかいつもサッカーの話してくれてありがとうございますみたいな、そんなみたいな、でなんかみんなあの利き足頭のマキ、元日本代表のマキ誠一郎さんですとか紹介して、でそんで乾杯しなかったんですよ、はい、したかったなと思って、うん、マキさん、そこにカリフォルニアワインがあればな、あお上手思いましたね、いただきました、いやじゃあ代わりにいいですか、ちょっと乾杯しましょうね、サウンドいただいてもいいですか、はいはい、マキ誠一郎さんありがとうございます、じゃあ今後のマキさんに遠隔で乾杯、乾杯、あざます、いやありがとうございます、ありがとうございます、いやいやいや、はい、ロアッソ熊本、そうでね、今熊本にいらっしゃるみたいで、はい、活躍されていて、はい、で日本代表が2005年から9年まで、そう、おはや、はや、情報はや、いやいや、もう調べさせていただきました、ジーコの発表でおなじみのね、そうですね、マーキー、マーキー、おー代表発表の会場でねありました、はい、いや、そういうところまで抑えていただきありがとうございます、はい、さあクレバさん、次は11時台、はい、冒頭にまたありがとうございます。何度もありがとうございます。いやもう、あのエンディングも一つよろしくお願いします。ありがとうございます。クレバさんです。三浦大知さんです。能動です、受動じゃないんです、能動なんです、まさにこれクレバさん、はい、すごいですね、そうですね、もう踊ってるところが見えてくるっていうか ね、これだけで終わらせようとしてないなって感じがするし、はい、あと急にこういう曲が出てきたわけじゃなくて、大、うん、ちゃん、三浦大知くんは、はい、例えばシングルのカップリングだったりとかで結構こういうチャレンジングな曲どん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 やってきた積み重ねがあってのここだと思うんで、はいはいはい、ファンの皆さんとかは、あ、来たな、これを押してきたなっていうふうに思ってるんじゃないかなと思いますね、楽しみですよね、これがまたステージでどういうふうに展開されるのかってついぶつけてしまいますけれども、そうですね、まあ僕はあの言い方考えなきゃいけないですけど、はい、能動を受動的ではなく能動的に聞いている状態であるということは否定できないという、ちょっと政府みたいな言い方になっちゃいましたけど、いやいやかなり聞き込んでらっしゃるという、いやそうですね、はい、そうですよね、聞きますね、はい、そしてここでちょっと挟ませていただきましょう。Good morning! It's 11 a.m.、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。待ってました。なかったらどうしようと思ってました。いやいや、必要なんです。ありがとうございます。ちょっと、時刻という句読点を打たせていただきます。いや、我々の言葉です。その声が必要なんです。はい、ありがとうございます。6時からやってますそして本当にありがたいことに、この番組担当させていただいて、
これこれクレバの日が金曜日になったのは2回目なんですよね。わー、2017年そして今年23年、うん、ありがたくお祝いできて、いやこちらこそです、ありがとうございます、光栄です。908クレバの日をお祝いしております、はい、お祝いするちょっとまあ、手元のグラスには炭酸水なんですけれども、はい、恐れ入ります、ちょっと乾杯、もう一度炭酸水で失礼。はい、いい音ね、音用なのかなってぐらい、ごめんなさい、このってのはワインはご法度なんですけどね、ビールでは皆さんもそうですね、定番ですけれども、すいません、カリフォルニアワインをプレゼント差し上げておりまして、9月9日カリフォルニアワインの日です、うん、あなたが乾杯したいことをお寄せいただいておりましてありがとうございます。三つ松さん、千葉の方です、はい、私が乾杯したいことをずっと伺っているんですけれども、頑張ってパリオリンピック出場権自らの手で勝ち取った暁5バスケットボール男子日本代表、うん、カーボベルデ戦すごかったですね、うん、今年テレビ視聴率ナンバーワンだったっていうね、長い間そしてなでしこジャパン日本女子サッカー代表牽引、うん、今月現役引退表明された岩渕真奈選手、うん、マナーどうなって言われてましたね、言われてましたね、はい、うん、お疲れ様です、日本を代表して頑張ってくれた数々の皆様素晴らしい、活躍に1杯目の乾杯を捧げたいですという三つ松さん、うん、2杯目はいきますね、2杯目、ラグビーワールドカップチリ戦でオープニングですよね、そしてサッカーワールドカップアジア予選を控えて新陳代謝を進めているサムライブルーサッカー男子日本代表ドイツ戦楽しみですね、うん、超早朝になりますけど、うん、頑張っていただきましょう、そしてパリ五輪の予選を兼ねたバレーボールのワールドカップも開催されます、これから開催ということで、いろいろありますね、3杯目行きたいという三松さん、あら、これから全ての人に訪れる未来が素晴らしいことになることを願って乾杯、素敵、はい、してください、お願いします。もう一方ご紹介しましょう、翔太さん、東京の方です、僕が乾杯したいことは今年中に家が完成すること、わあ、おめでとうございます、いいですね、土地を探して早3年、いや本当にむずいんだよ、ね、僕の夢も妻の夢も盛り込んで職人さんたちが思いを込めて作ってくれています、素晴らしい、プロフェッショナル中のプロフェッショナル職人さんね、えまさに昨日クレバフェスのリハーサルで、はい、ラッパーのアクロと、はい、なんか彼家にスタジオがあるんですけど、それをだからどうするかみたいな、その日本の土地事情とか東京の土地事情の話みたいなのしたんですけど、はい、今だいぶ上がってきててね、探すの難しかったと思うんですけど、そうですよ、だって不動産サイトチェックするのがちょっとプチ趣味のジョン・カビラですけど、おっとマンションとかどうなってますか、もう2倍3倍ねえ、うん、行ったれ行ったれみたいな感じになってますよね、いやー、そしてそのいろんなそのリゾート地もたまたまですけれども見てみたら、あれ以前の3倍以上になってないっていう、本当にね、軽井沢とかもうとんでもないことになってますね、うん、人もとんでもないことになってるみたいですけどね、いやそうなんですよ、うん、もうえらいことになってます、大混雑、そしてライドシェア解禁のね引き金になっている観光地でのタクシーの運転手さんが足りないということで、うーん、電車降りてどっか行こうとしても全然来ないですからね、うん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 、かといってねタクシー会社にクレームすることはご法度ですし、彼らの問題じゃないんですよ、うん、これもう本当にもう組織的にね構造的に何か変わらなきゃいけないという、気はするんですけれども、いやー本当、あーもう一ついきましょうね、真由美さん、9月4日クレバの日おめでとうございます、ありがとうございます、神奈川の方です、ありがとうございます、皆さんおめでとうございます、おめでとうございます、私が乾杯したいこと、私の誕生日は9月7日でした、おー、ハッピーハッピーバースデー、おめでとうございます、今夜は家族揃って中華のオーダー式食べ放題に行く予定です、おー、いいですね、オーダー式食べ放題、すでに作ってあるビュッフェタイプではなくオーダーしながら食べ放題、あー、なるほど、すごい、確かにすごいな、うん、私の好きなエビチリ好きなだけオーダーしちゃいました、いっぱいいろんなの食べようよエビチリいろんなの食べようよ、まゆみさんの、まあ、大好きな、ね、エビファンのまゆみさんですけれど、お祝いの時ってあります、はい、何かメニューは、あ、定番のメニューみたいなんですか、はい、でもないけど、 もしか例えば打ち上げはこれ必ず欠かせないとか、いや、あんまりないけど、俺一回それこそ自分の誕生日に、はい、もう行きつけの中華料理屋で一
いいって言ってそこにしてもらったことありましたね、はい、家族でお祝いしたいって言われた時に、はいはいはい、うん、中華で欠かせないのは中華で欠かせチンジャオロースロースチンジャオロース行きたいかないいですねはいピーマンとあのまたあの椎茸のねうんタケノコですねタケノコのなんて言いました、ね、僕椎茸って言いました違うだろいいんですタケノコですよそんな自分に気づきなくていいですそんなことありますよそんなことありますご法度ではないでしょうけどどちらかっていうとねやっぱりタケノコですよ、うんはい、信者はちょっと行きたくなるなって感じがしますね、はい、あでも相変わらずあの飲料系朝からすいません、うん、テキーラは相変わらず続いてますか続いてますねうんカリフォルニアワインが9月8日だったらね、はい、カリフォルニアワインの日が、俺カリフォルニアワイン人間になってたと思うんですけども、一日違いだったんで、許されたかな、ね、許されたかな、はい、でもあと5人、当選者の発表が控えてますんで、ぜひとも皆さん教えてください。あなたが乾杯したいことお願いします。そしてちょっと、これかけさせていただかないといけませんよね、これ。これちょっと、いきますか？いきますか？ちょっとあの瞬間言葉が出なくなるっていう嬉しすぎておっとおっと、はい、ちょっと行っちゃいましょう乾杯もね、はい、歌詞に入ってますねそうですよ、うん、行っちゃいましょうここらじゃイケてるの OL ショーガールにモデルの告白してくるがどうかなもし友達だったら今日からとか余裕ぶちかましたりしつつ話をはぐらかしたりして楽しめてるなかなか調子よけりゃ両手に花束その日もいつもの感じで派手めの仲間とシャンパンで乾杯まるでボールのよう弾む話に笑い声が止まらない遅れてきたやつが連れの連れの友達だと仲間に紹介で振り返った瞬間にすぐに恋に落ちたそこからはピーチレス君を前にしたら不思議何もできないその雰囲気でそれだけで俺の狂わせる迷わせる人も戻ろうで行こうか戻ろうかどうしようとか考えてたら今日が終わりそうさ全然見せ話もっと君のことを見てばかりいて踏み出せないなかなか緊張のせいかのどがカラカラ何かの力も借りなきゃこのままできそうにもないスタンバイ景気づけのためにきつめの酒も一人きりまた乾杯まだまだいやまだ無理だと結局同じやつもあと3杯で振り返った瞬間にそこに君がいたのさその上によろしくっていい声が耳に吸い込まれたそしてまたスピーチレス君を前にしたらしいいいですいいですありがとうございますいいよすぎてスピーチです瞬間スピーチですクレバさんです2009年9月8日、はいリリースされたアルバム心臓からです重なってます日々が重なってますやってますね9月8日はいでミュージックビデオあのメモにもありますけれども手元のストップモーション、うん、
このミュージックビデオを撮ってくれたのが大北正樹監督っていう監督で、はい、新曲のエキスパートも撮ってくれてます、はい、これあのどういったところをさすがだなお願いしたいなって思われるんですか。大北さんはなんかアーティストだと思いますね、うん、すごくアーティスティックな感性を持ってる方だと思います。そこがいつも頼みたくなる理由ですね。あビフォーアンドアフターイメージしていたものと実際に作り上げて新しいページ加えてくれるっていうか表紙つけてくれるっていうか、はい、あ本の想定っていうんですか、そんなような感じがしますね。もう例えがまたね秀逸ですね本当にありがとうございます。クレバさんこの後エンディングにもご登場いただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヘイヘイリリコです。稲葉優です。今日11時おう11時22分1122、時間です。クレバさんとはい、エンディング迎えることができてありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。クレバです。クレバの日なんです。9月8日金曜日です。はい、ラストにもう一曲お届けするんですが、はい、その前にちょっとカリフォルニアワイン5本まだ残っておりまして、ご当選の5名様発表のお時間です。待ってました。千葉県の真央さんおめでとうございます。猛暑をなんとか乗り切った自分に乾杯。よかったです。そして八王子の直樹さんもご当選ですよ。そして直美さん東京都の方です。ご当選です。早く元気になりたいなってください。そして沢子さん、埼玉県の方です。乾杯したい人は娘さんということで、うん、おめでとうございます。ご当選。そして最後の方ちょっとメッセージ読ませていただきましょうか。千恵子さん、東京の方です。私が乾杯したいこと起業することにしました。お新しいビジネスを立ち上げ、ずっと心の中でやりたいと思っていた自分のチョコレート屋さんを立ち上げる。すごい。あなるほど、豆からっていうことになるんですかね。うどうなんですかね。はい、妊娠出産を挟みようやく今年実現に向けて動き出すことにしました。息子はまだ小さいのですが彼のファーストチョコレートを作れますように。おいおーそうスウィートおいそうスウィートなメッセージ。大手にはやらせねえぞ。いや本当ですよ。あの手作りの ねすごいオールナチュラルのひょっとしてフェアトレードのね、カカオを使ってくださるかもしれません。千恵子さんおめでとうございます。当選された皆さんにはブレッド&バターワイナリーからブレッド&バターシャルデネイ、白ワインが届きます。ぜひ、カリフォルニアワインちょっとした宴をですね、皆さんそれぞれに演出していただければ幸いですということでクレバさん、はい、ラストこのやっぱりこの曲じゃないですか。やっぱりもうワインやったらもうビッグパーティー。これですよ。いいですね。ありがとうございます。本当伊豆子ありがとうございます。いやいやいや。パーティーはどこじゃなくて伊豆子。いやここら辺の感覚ですよ。ノットどこバット伊豆子ですね。そう。はい。最高です。いや嬉しいです。本当に武道館。楽しみにしている皆さん多くてメッセージ、純也さんありがとうございます。ありがとうございます。あと数日で、クレバフェスそしてノーリーズンの、2days 日本武道館です。はいありがとうございます。クレバさんのブログを拝見させていただいてますが、うん、という純也さん、両日とも曲が被らないようにライブ構成しながらリハーサルをしてるみたいですね。そうですね、はいはい、97.5% 曲被らないですね。あなるほど、はい、なんかどっかで95っていう数字は聞いたような気がするんですけど、はい、97.5 上がってきましたね。はい、じゃあ 2.5% は別アレンジで同じ曲やるかもっていう。むむ今なんか重大発表があったような気がするんですけども、はい、いつも新しいことに挑戦しているクレバさんに脱帽していますというジュニアさん。いや帽子かぶってください。はいありがとうございます。暑いんで、はい、暑いんで本当嬉しく思います。こういう熱いメッセージを載せていただく、ね、嬉しさなんですけれども、エキスパートはい新曲です、はい、クレバ育ちの私にとってというメッセージ加穂子さんありがとうございます。ありがとうございます。岩手からメッセージ頂戴しています。コミュニティ FM それともラジコでしょうか。ありがとうございます。クレバ育ちの私にとってエキスパートは父クレバさんの温かみや強さを優しさを感じる一曲ですという、クレバさんよりは、お若い方なんですけれども、うん、いつも先を歩いているクレバさんがわざわざ後ろに回ってくれて背中をグッと押してくれてるような感覚さえ感じます。いや嬉しいですね。そうしたかった曲です。はい嬉しいです。さあ All Good Friday リリコさん稲葉優さん、おはようございます。ちょっとちょっとクレバさん後ろ振り向くと二人がにぎやか
ず一番長いコンビ名ついてます。ごめんなさい。かわいいな。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとリリコさん、前髪いい聞いてますね。あ、本当、うん、すごい、かわいい。じゃあこれでいきます。これから聞いてる。いつもこれを横に流して。そうなんですよね、リリコ新鮮な状態で、うん、そのままフレッシュに声をテレビに、はい、テレビに、はい、はい、出るんだけれども、はい、あのクレバさん、クレバの日というか、あの、はい、そう、あの好きなので、はい、この後ちょっこリリコだけ来ていただけると嬉しいな。いいんですか。ちょっこリリも行きますよ。もちろん行きます。本当、はい、行きます。もちろん行きます。だってもちろん行っていいんです。間違いないんです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということは、はい、僕個人的なゴリ押ししていいですか。はい、これエキスパート必ずかかりますよね。あ、間違いない。もちろんそうですよね。あ、ちょっと動画がいいですね。クールでかかりますよね。もちろん、もちろん、ありがとうございます。お願いしますよ、はい、もちろん、もちろんです。かぶらなく、はい、もう喋んない。どうしようかな。喋んない。ありがとうございます。喋りません。はい、もちろん。あ、じゃあ今日配信リリースですか。はい、もちろん、もちろん。ありがとうございます。ではお待ちしております。あの、クレバさん、お怪我のないよう、はい、大丈夫です、ほどほどに楽しんでください。ありがとうございました。 All Good Friday、 リリコさん、井上優さん、楽しませてください。ありがとうございます。クレバさん、はい、心から感謝申し上げます。いや、こちらこそです。ありがとうございます。またの機会楽しみにしております。ぜひ。そして14、15、日本武道館炸裂してください。頑張ります。ありがとうございました。 And all you listeners out there, thanks a million for having usWith you for this Friday morning. Stay safe, stay dry. 皆さん、安全第一に今日お過ごしください。